こんにちは、ドローコンプロの小池翔二です。どうですか皆さん、練習してますか？今回は右足の動かし方、バックスイング編をお伝えいたします。どうでしょう、バックスイングを上げるときに肩を90度以上回そうとか、手首や腕の動かし方はこう使おうとか、上半身ばかりを気にしている方が多いのではないでしょうか。今回はそういう方のために右足の動かし方、バックスイング編を3つお伝えいたします。バックスイングでは右足の動かし方がとても重要で、正しい右足の動かし方にすることによって飛距離やスイングの質がぐっと向上し、上達の近道になります。バックスイングがしっくりこない方や悩んでいる方は、右足の動かし方が正しい形になっているかどうかチェックしてみましょう。飛ばしてなんぼ。右足の動かし方、バックスイング編、一つ目はバックスイングで股関節を正しく入れるということです。どうですか、このように腰が落ちた構え方をして打っている方いらっしゃいませんか？この構えからですと、股関節を正しく入れたバックスイングをすることはできません。このように右腰は回りますが、右股関節の正しい使い方ではありません。右足や右股関節に締まりがなく、バックスイングでしっかりと体の捻転を受け止めることができないからです。後方から見てみましょう。このように腰が落ちた構え方の特徴としては、骨盤が地面と平行になっていて、かかと体重になって構えています。その状態からバックスイングすると、どうしても右股関節が入らず、伸びた状態で回転してしまいます。そのためオーバースイングや手打ちになる原因になり、カット打ちや体が開いた打ち方になってしまいます。これでは飛ばすことはできませんし、うまく当てることも難しくなります。ですので、腰が落ちた構えからは股関節を正しく入れることができませんので、構えを変える必要があります。ではバックスイングで股関節を正しく入れるための構え方ですが、このようにクラブを股関節のところに持っていき、ここから上半身を曲げていきます。そうすると骨盤の角度が前傾角度と同じようになります。この骨盤の角度が地面と平行になってはいきません。そして膝を軽く曲げ、体重は土踏まずに体重が来るようにいたします。この構えからバックスイングをすると、右の股関節が入ったバックスイングをすることができます。正しいバックスイングをすることができると、このように股関節に軽く指が挟まる感じになります。この右股関節を正しく入れるバックスイングをすることができると、下半身を使った打ち方ができるスイングになります。そうすると飛距離アップにもつながりますし、上達の近道にもなります。では実際に打ちます。まずは腰が落ちた構え方で、バックスイングで股関節が入らない打ち方です。右股関節に締まりがなく、オーバースイングになっています。もう一発打ちます。右腰は回転していますが、股関節が入っていなく、緩んだ打ち方になっています。上半身と下半身が一緒に動いていて、捻転差のないスイングで、これでは飛びませんし、うまく打つことはできません。次はバックスイングで股関節が入った打ち方です。バックスイングでしっかりパワーを受け止めているので、飛ばすことができます。もう一発打ちます。正しい股関節の動かし方をしているので、下半身を使ったスイングで打つことができます。このように腰が落ちた構えでは、バックスイングで正しく股関節を入れることはできません。必ず股関節から上半身を曲げて構えて、股関節の入ったバックスイングをすることが大切です。飛ばしてなんぼ。右足の動かし方、バックスイング編、2つ目はバックスイングでの右膝の動かし方です。どうですか、このように膝を締めて構えて、
膝を全く動かさないようにしてバックスイングをしている方いらっしゃいませんか？このような膝の使い方をするとバックスイングで腰も回らなくなり、肩も深く回らなくなります。膝を締めたまま動かさないようにバックスイングをすると肩の回転が浅くなり、その結果アウトサイドインのカット軌道でスライスボールが出やすい打ち方になります。またこれとは逆にバックスイングで右膝が外側を向いてしまうくらい動いてあげている方がいます。このように右膝が外側を向いてしまう、俗に言う右膝が割れた上げ方をすると下半身が動きすぎて不安定になり、スイング全体が緩んだ打ち方になってしまいます。これでは飛ばすことはできませんし、あらゆるミスショットの原因にもなってしまいます。ではバックスイングでの正しい右膝の動かし方です。まずは膝の向きですが、つま先と同じ方向に向けます。このように締めすぎたり開きすぎたりしてはいけません。自然につま先の方向に向けることが大切です。バックスイングした時ですが、右膝は全く動かなくしたり動きすぎたりしてはいけません。右膝は多少外側に回転して動くくらいがちょうど良いでしょう。そうすることによって肩や腰が回しやすくなり、深いトップを作りやすくなります。またバックスイングからトップにかけて右膝を少し伸ばすようにすると腰が回りやすくなり、肩も深く回しやすくなります。スイングはこのほどほどの感じがスムーズにスイングするコツとなります。では実際に打ちます。まずはバックスイングで右膝を動かさない打ち方です。右膝を締めすぎているためバックスイングで肩が回っていません。もう一発打ちます。下半身を使わない打ち方になってしまい、上体打ちになっています。次はバックスイングで右膝が外側に向いてしまう打ち方です。下半身が動きすぎた打ち方になり、インパクトでフェースが開いています。もう一発打ちます。下半身が動きすぎてスイング全体が緩んだ打ち方になっています。最後はバックスイングの正しい右膝の使い方で打ちます。下半身のフットワークが使えて打てています。もう一発打ちます。肩や腰が回しやすくスムーズに振れています。バックスイングでは右膝は締めすぎてはいけませんし、外側を向くくらい動いてもいけません。右膝は多少外側に回転させるくらいでちょうど良いし、少し伸ばすようにすると肩や腰も回しやすくなり、深いトップスイングを作ることができます。飛ばしてなんぼ。右足の動かし方バックスイング編、3つ目はバックスイングは右足かかとに体重移動するということです。このようにバックスイングで母子球に体重移動している方いらっしゃいませんか？母子球に体重移動すると腰が回しづらくなり、その結果肩の回転が浅くなり、フェースが開いたりカット打ちのスイングの原因にもなってしまいます。バックスイングで右足の母子球に体重移動することが原因で飛距離不足やスライスになっている方も非常に多いです。ですのでバックスイングでは右足かかとに体重移動することが非常に大切になります。なぜかというと、このようにバックスイングで右足かかとに体重移動することによって肩や腰をしっかり回すことができ、下半身を使ったスイングで打つことができるからです。このかかとに体重移動する動きはこのように足踏みの動きと同じになります。バックスイングの正しい右足の使い方はこの足踏みの要領でかかとに体重移動することが大切になります。では実際に打ちます。まずはバックスイングで右足の母子球に体重移動して打ちます。
肩の回転が浅くフェースが開きスライスしています。もう一発打ちます。右足母指球に体重移動しているので腰が回りづらく肩の回転が浅くなりカット軌道になっています。次は足踏みの要領で右足かかとに体重移動させて打ちます。足踏みでかかとに体重移動しているので腰が回り下半身が使えています。もう一発打ちます。腰が回りやすいのでその分肩も回りやすくなります。バックスイングでは右足母指球に体重移動するのではなく足踏みの要領で右足かかとに体重移動することが正しい右足の動かし方になります。やってみましょう。